先ほ
ほども言いましたけど、奈良漬けと言ってますけど、奈良漬けって何ということで、大根、ウリとかキュウリとか生姜とかで野菜の小さいお子さんたちがいますので、奈良漬けって何ということで、日本酒を絞った時に出る、出た、酒の絞りかすということになります。まあ、絞りかすと言いますと、まあ、酒かすって言って、かすかすって言って、なんかあまりいいイメージが。奈良漬けに関して、奈良漬けに限ったことじゃなくて、酒かすも、まあ、先ほど言ったように、みりんとかアルコールを入れて、この暑い一夏を越して、まあ、なぜということになると、酒かすの中にある酵母。救助する人を見てます。これが
まあ、主に火を消す人とか、ね、私たち普通に活動する人たちもいるんですけど、これ救助です。オレンジ色の服、ね、よくテレビなんかで、まあ、大きな災害があったりするとよく見るようになっています。でこちらが救急の服になっています。で中には特別な資格を持った救急救命士というものが救急車に乗っています。これが制服です。夏は、出動していかない消防士の中にはまだ制服を着て仕事をしている人もいます。でこちらが通信指令室といって119番をかけるとつながるところになっています。場所は大口町と副総長にはなくて小牧市の、ま、消防本部のすぐ隣に尾張中北消防指令センターというところがあります。このような形で大きな今日も出ないけど、この方も来るようになる。